えまずはやっぱり駐屯地ができましてですねえ軍事車両なり弾薬なりの搬入が始まりましたえその中で第一回目はあのこの駐屯地ができまして駐屯地はやっぱり弾薬が必要なのでその輸送艦が入港した際にやっぱりですね弾薬ですので何かあったらやっぱり危険という立場上 えーまあ、私たちも全港湾という組合組織がありますので、うんえー、そこにどうした方がいいのかということを相談したところですね、うんえー、やっぱり組合の安全確保のためにはましては港の近く今今パクセルが配備されている外交バスですかね、うんえー、そこの方に入港してそれから弾薬を移動するという話が聞こえてましたので、えー、そこは阻止するとかではなくやっぱり組合員港の働く仲間のですね えー、危険除去安全を確保するためにはやっぱり自宅待機を余儀なくされたというのが現状ですでそれからその後ですねこの北朝鮮のミサイル発射に伴う落下物への危険の回避ということでパクスリ3の方が石垣家の国宮古、まあ、もそうなんですが配備されました、えー、そこっていうのはやっぱりこのミサイルパクス3ーというのはなかなか話を聞く中では いいとか悪いとかじゃなくなんかあんまり実用性がないという話もちょっと聞こえてたので、はい、えそうするとやっぱりそこは落下物も含めてなんだけどこのミサイルが万が一発射に失敗して暴発とかをした場合ですねどうなるのかなということを考えますとやっぱりこの配備されている隣には粒石という燃料の。 こう港いろんなタンクが施設がありますよねそこっていうのは港の関係者だけではなくやはり石垣市民の皆さんの生活に欠かせないガソリン経由い、まあ、えば沖縄電力,電力を発電するための重油なり、うん、であと飛行機の燃料なりを備蓄されてるんですよねそこを考えるとミサイルが爆発するだけではなく。 石垣市民の多大なな影響を与えることになる、はい、ということも一つありますで、まあ、それを容認するとですね今後、まあ、中東軍地位ができてますので、うんえー、やはり台風、まあの影響で米韓線は入らなかったんですけど、えー、そういうふうに軍事利用今石垣に一つしかない石垣港という港をです、ね、軍事利用されることによってこの港湾労働者ういえばもう何ていうのかな 強制労働に走らないかなというのが一番の懸念というか心配事なんですよ。えと石垣に4月の末にパックスリーが搬入されて、でとりあえずは今ある石垣の駐屯地に運び込まれました。でそのまままあ北朝鮮からの発射の状況がなく。えー 5月31日に発射っていうふうなことが伝わってでもその時基地の中に置かれたパック3は、えー、台風2号が接近してたので折りたたんだままだったというのが後から報道で知りましたで、まあ、それに対して市長は台風が来てるからって言って、まあ、畳んでたんじゃあの機能が果たせてないということで批判的なことを言ったんですけれどもでもそもそもがねこの石垣島あるいは宮古 国にパークスリ3を、まあ、破壊措置命令という形で配備したこと自体が、ね、私たち納得できないということで声明も出しましたし本来であればあの、えー、地理的に見てももっと東寄りの,あの北から南へ、まあ、打ち上げられるっていうふうなことが伝えられてたのにで同じように、えー、いつでしたかねちょっと日にち忘れましたけど韓国も同じように、まあ、軍事衛星 人工衛星を飛ばしてるんですけどその時にはそういう破壊措置命令など全然出されてないということでねなぜ北朝鮮だけに対してそんなふうな対応をしたのかということで私たちやっぱりこれはもう3月に駐屯地が開設されてさらにもっと機能強化を進めるために市民にそういう事態を鳴らさせる、まあ、そういうふうな既成事実を積み重ねるための訓練でしかないなというふうに受け止めてたんですけどまさにその通りだったと思います。で あの6月の2日に、えーまあ、台風が過ぎ去った後それも市民に何の知らせもなくあの先行地区、えー先えー、今の配備されているあのあ今の配備ってややこしいね最初に、えー、新興地区の えー、旅客船バースっていって、まあ、クルーズ船が入る場所があるんですけどそのそばの空き地に運び込まれたっていうことでそれも市民には知らされず、まあ、駐屯地の周辺にいる住民からあ運び出されてるよっていう情報を聞いて私もあのサザンゲートのところに行ってその状況をあの見ました。 そしたら、まあ、そういうふうなミサイル BAC3 が運ばれてもう次々とそういう場所に展開してでそこには銃を持った自衛隊員が警備をしてるし有刺接線が張られて、まあ、市民は立ち入りできないような状況になってたでおまけに何も知らされなかったからその場所で作業を予定する事業者がいてたんですよね。 でもその人たちも入れずにずっと待ち暴挙を食らうというような状況もあって、本当に市民生活市民の安全なんか全く無視した形で、まあ、基地の外に展開したっていうのは今回のパック3の配備の状況なんですね。でさらにはあのえこの22え21日にクルーズ船が入ってくるというのでそこにまあ パック3があったら都合悪いというかイメージダウンなので、それをさらにどこに移すかということで、今の人工ビーチのところに今は置かれています。でも、その場所っていうのはあの、あの先しあの新興地区の中で言ったら石油タンクがあるっていう。まあ、その場所からそんなにも貼られてなくて、安全という視点から見たら同じなんですね。あのクルーズ船の？ つくバーースに置こうとと人工ビーチに移そうとやっぱり市民の安全あるいはその公安労働者の安全なんか全く考えてないやり方それがもうそもそも配備する意味すら疑われるような形でパック3が今展開しているでその措置破壊措置命令は今も継続しているということでいつまで居座るかわからないという状況なので私たちはもう速やかにもう持ち帰ってほしいとこんなものいらないということを言いたいですね。